国道361号は、岐阜県高山市を起点とし、長野県伊那市を終点とする一般国道である。長野県伊那市三鈴岐阜県北部の日田地域の鉱山市の中心部を走る国道158号から分岐して東進し、岐阜、長野県境にまたがる日田山脈と御岳山の間に、ある長峰峠を越えて、長野県喫祖町を経て、さらに、 基礎山無役のゴンベイ峠を越えて、東端は、上稲地域の稲市を走る、国道152号に接続する、中部地方山岳地帯を東西に横断する数、少ない国道路線の一つ。この大きな二つの峠を越える国道は、別名、長峰峠を越える区間が、基礎街道、ゴンベイ峠を、トンネルで貫通する道路は、ゴンベイ峠道とも呼ばれる。 長野県基礎町の基礎川沿いの道路は国道19号と重複する。なお、コン峠道地と、宇バガ峠道路を含む、稲基礎連絡道路全線が道路線に指定されている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。 1972年に本国道が指定された際は、塩尻市と南三輪村の境にあるゴンベイ峠及び、塩尻市と基礎町の境にある宇場上バ峠が登山道であり、車両は通行不能であった。この二つの峠は国道指定から長らく開通せず、開かずの国道と言われた。その後、ゴンベ峠に車が通ることのできる道路という量、地域の悲願により、 将来的なトンネル計画とともに、ゴンベイ峠を越える既存の京ヶ竹林道を国道を扱いして車両通行を確保しようとする動きが出た。1982年には京ヶ竹林道が暫定的に国道として認定され、一車線道路ではあったが整備されて、冬季を除き車両通行が可能になった。ただし、京ヶ竹林道の稲川終点は、 県道203号との交点であったため、車両通行は可能となったものの、元来の稲川の国道361号に接続せず、国道361号は完全に分断される形となった。一方で、ゴンベイトンネルの計画と工事が進められ、国による直轄代行工事を取り入れた結果、このトンネルを含む塩尻塩大和穴来と稲し西見野は余地を結ぶ。 ゴンベ峠道路が2006年2月4日に開通し、通年の交通が可能になった。これによって、京型ケリン道区間は、国道指定を譲り、旧道となった。宇バ上,上峠については、2002年に宇バ上トンネルを含む、宇バ上峠道路が完成し、車両通行が可能となった。岐阜県高山市内では、原道が高根第一ダムの堤防付近に作られており、 トンネルが競争のため大型車同士のすれ違いが不可能で、普通車のすれ違いも困難であることから、上がホラバイパスの建設が決定された。今後の整備によって、高山市中心部からは、野麦峠、長野県木曽町方面のスムーズな走行が期待される。2008年度は、朝日町側高校前の橋脚部分を着工し、2010年度に、 高根トンネルを着工した、バイパスはほぼトンネル区間となる。2017年、トンネルは完成し、バイパスは全通した、長野県基礎群基礎町と塩尻市とを結ぶ、宇ば上峠を越える区間には、宇ば上峠道路が建設され、宇ば上峠トンネルの基礎町側高校の手前に、特徴的な八の事情のループ橋がある。このほか 稲な街の室町交差点から咲かした入り船、交差点までの区間は境外であり、大型車両は国道を通らず川の対岸の広い道路へ迂回するようにとの案内がある。岐阜県高山市、美女街道と高山南部農面農道の交差点鉱山し、高根の陸らこそ一中部地方の山脈をいくつも越えていく路線のため、美女峠、長峰峠、地蔵峠、馬神峠、コンベ峠など、 複数の峠越えがある。路線前線にわたる山岳道路でトンネルやダム湖が続き、四季を通じて変化する日本アルプスを望む風景が広がる。美女峠と地蔵峠は、かつて国道361号指定の旧道で12月上旬から4月上旬まで、冬季閉鎖される区間であるが、美女峠は日田ふるさとトンネル、 地蔵峠は新地蔵トンネルの振動がそれぞれ開通している。海田高原あたりの急増峠展望台からは、御嶽山がよく見える。ありがとうございます。